こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。さあ本日は英検準1級二次試験の結果発表になります。前回ね出した動画見てくれたでしょうか。英検っていうのは一次試験二次試験2つのパートに分かれていて、一次試験はリーディング、リスニング、ライティングの3パート、そしてそれに受かった僕はこの前スピーキングのテストをしてきました。これに受からないと英検準1級ゲットできないということで、今その結果発表の時間が来ました。緊張するな。喋れたとは思うんですけど、ただロジックとかまとまってるかって言われたら決してねそんなことなかったので、今回どういう結果になるのか本当に怖いです。今までいろんなテスト受けてきましたけど結構緊張してます。いますか。あーやばい、めちゃくちゃ緊張する。英検準1級受験します。じゃあ行きます。合格しててください。お願いします。結果発表へやったよかったよかったいやーよかった。マジで泣きそう。いやーよかった。やっぱスピーキング低いっすね。583点。あぶねえ、512点だって。ちょっとこのスピーキングテストの結果詳しく見てみましょう。ナレーション思ったよりできてたんだ。15分の14ということで、まあ、4コマ漫画ね結構練習してたので、 Q&A が20分の16、8割ですね。でアティード、まあ、これ態度ですね、これ3点。まあこれはね3点だと思ってたんですけど、あなたの順位はってのがあったんでこれ見てみましょう。マジで2560点。都内で受験者上位 1%。 マジでマジか、これ嬉しいね。あーってことで結局3000分の2560ってことは全体で言うと 85% と、まあ、一次試験の結果がかなり良かったんだよね。それに比べるとあれなんですけど。はい、ということでこれから僕が二次試験対策でやったお話ししていこうと思うんですけども、まあ、その前に当日の二次試験どんな感じだったのかっていうのを少しお話ししたいと思います。ちっちゃいバッグで行ったんですね。かなり最後の方に到着しましたと。もう僕の後ろ一人だけ。ただね、控え室の時ってスマホは使えないんですけど紙の教材使えるんですよね。みんな過去問見たりとか読んでる中、うわ俺もう何も持ってきてないじゃんって思って、でもうぼーっとしながら過ごしてたんですけど、あそうだと、腕時計僕持ってきました。腕時計の使用は認められてるので、なんとなくじゃあこういう今の現状を英会話で言うとどうなるかなみたいな2分間測りながらやりつつ、まあ、呼ばれましたと。でその時には僕の前にもう一人男性の方、年上かなの人がいて、でその人ね入る時にコンコン May I come in? みたいな言ってガチャって入ってたんですけど、こう言わなくて大丈夫ですって聞いてたんですよね。でそんなところは評価されませんと。だから俺はあえて今回言わないで言ってみようと。で僕はもうガチャ Hello, how are you? Yeah, good, thank you みたいな。でドア閉めて受験票見せてくださいみたいなこと言われたんだよ。 Here you are つって、なんか座っていいとか聞く人もいるらしいんで、もうそんなことは言わないです。もう言わずにスッと椅子引いて座って軽く話を始めますと。でその時の態度なんですけど、手を下にね机の下に置いちゃうと
結構緊張しちゃうので僕はもうずっとこうやってました。でこうやってやりながら必要な時にこうやってジェスチャーできるようにこうやって喋ってましたね。で最初なんて言われたかな、なんか How are you? みたいな感じで聞かれたのかな最初で、Yeah, I'm excited みたいな、でそこで I'm nervous とかって言っちゃうとなんかあれだなと思って Yeah, I'm really excited みたいなね。でなんかこの辺いろいろ知ってんのみたいなこと聞かれたんで、あそういう質問来るんだと思って、いや全然この辺知らないよと、ただ、まあ、昨日今日でマーケットがあったから、あの近くに泊まって今日歩いてきたんだよみたいな、あそうなんだ、普段どこ住んでるのみたいな、で普段ここ住んでるよって言って、ね、どういう感じなの、すごいいい街だよみたいなことを言って、で Are you ready? みたいな Yes って言ってカードをもらって1分間で準備してくださいって言われるんですけど、その時にどのタイミングでカードめくったらいいんだろうっていうのがちょっと分からなかったんですよね僕。だからもらった瞬間見ました。だから厳密に言うと1分5秒とか1分10秒ぐらい準備する時間あると思います。でこれ何度かカードだよみたいな、今から1分間測るからこれを見てナレーションの準備してねって言われてる間に OK って言いながら俺も見てます。でその時にこれ重要なんですけど、時計絶対持ってた方がいいです。っていうのも1分間で分かんないじゃないですか。だから僕はもう時計をね、もうなんならこの文字盤をこっち側にしてスッて見れるように、で例えば30秒のタイミングで始まったなって思ったらバーってナレーションの準備してって、パッ、あまだ残り20秒ぐらいあるな、バーでピピ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  OK っていう感じなので、絶対に時計は持ってった方がいいです。でそっからナレーションスタート。僕の場合はブワー喋って時間が余っちゃうっていうことがあったんですよね。まあ、大体よく言われてるのは1コマにつき2分から3分言うようにしてくださいって言われてますよね。で僕は3分から4分言うようにしてました。で、あちょっと最後の方、well, you know, とかなったけど、なんとか言い切りました。で、見たら多分ね、30秒ぐらい余ってたのかな、20秒ぐらい余ってたのかな。で、その後じゃあこの絵を見てくださいって言って、俺が回答するときに、ピピピってアラーム鳴ったんですよ。だから相当俺早く終わったんだろうなと思って、そっから質疑応答が4台ですね始まったんですけど、これに関しても最低3分ぐらいで答えましょうって言われてると思うんですけど、僕はもう3分どころじゃないですね。もうとにかく喋りまくったっていうのもね、難しかったんですよ結構質問が。まあざっくり言うとゲームとかインターネットとかそっち系の質問が来たんですけど、3分でね綺麗な言葉がスパーンって出ればいいんですけど、なかなか僕はそれがちょっと苦手だったので、じゃあ例えばゲームをすることで子どもの学力が下がると思いますかみたいな質問をバッとされて、いきなり言うの難しいわけですよね。例えば Yes, I think so because you know our time is really limited within 24 hours so if you play the game too much、you don't get enough time to studyEspecially for children, they tend to be addicted to game. So it's very hard for them to keep the balance between the studying and playing the game. So it would be, bad to...play game too much instead of studying subject of school みたいな感じ、俺今ほんとパッと言ったんで、ほんとこんな感じで申し訳ないですけど、こういう感じでもう喋りながら考えてなんとかロジックを組み立てようみたいな、ほんとにねこんなんで申し訳ないですけど、こういう感じでやってました。で結果まあ8割取れてたんで、まあまあまあいい方なのかなと思ってます。で、まあ、最後まで終わってカード返して Have a nice day みたいな、でもうガチャって言って出る感じでしたね。でここからですね、僕がスピーキングのテストどうやって対策したのかについてお話しようと思います。で結論から言うと、僕はオンライン英会話のネイティブキャンプさんめちゃくちゃ活用させていただきました。もうね本当にこれがなかったら絶対英検準1級スピーキング受かってないと思います。ナレーションのパートが15点あるんですよね。Q&A の回答が20点、だからこれもうナレーションでつまずくとめちゃくちゃもったいないわけですよ。
だから僕は今回ネイティブキャンプさんの英検二次試験対策コース、その教材を使って、対策させていただきました。ちょっと画面見ながらお見せします。こちらがね、ネイティブキャンプさんのトップ画面になるんですけども、学習というところを見てください。で、教材を見る、コースから選ぶ、教材の種類から選ぶっていうのがあるんですけども、ご覧のようにいろんなコースあります。その中で教材の種類から選ぶの英検二次試験対策、これが本当に使えます。3級から準1級まで対策できるんですね。で、僕がやってたのはこの準1級ですね。このイラスト問題、これを見ていただくと、こうやってずらっと書いてありますと、これを英語で説明するっていうのが英検準1級最初のスピーキングの問題になります。で、これを実際に英語の先生とレッスンするわけですよ。Now you have 2 minutes to narrate the story, so please click or tap the recording button before and after speaking. Okay, so let me give you a timer now. Okay. One day, a woman was having dinner with her family at home. Her parents gave a security buzzer to her. でね。レッスン中に僕がすっごくおすすめのやり方としては、どうしてもスラスラ喋れないんですよね。意外と、なんか心配してるってなんて言うんだっけなとか、追いかけられるってなんて言うんだっけなとか、そういったところが分かんないと。そうなった時にこのネイティブキャンプさんのいいところ2つあります。1つ目、自習用、レッスン後に復習用としてお使いください。ここにね、アンサーあるんですよ。で、アンサーを見てみると、こうやって模範解答が書いてあるわけですよ。僕は毎回レッスンが終わってから復習でこの何回も音読してました。あるいはちょっと不安な人はレッスン前の予習としてこれ音読してから臨むのもいいと思います。中にはね、ちょっと一文が長すぎてこんな難しい表現できないなって思うこともあるんですけど、それも練習だと思って音読してました。で、さらにイントネーションとか発音とかどうやってやったらいいのか分かんないよっていう時あるじゃないですか。そういう時はこのプレイっていうボタンを押すと、 One day a woman was having dinner with her family at her home. こうやって音声が全部聞けます。で、さらにあなたがこの親だったらどのようなことを考えてるでしょうかっていうことに関しても答えがいくつか載ってます。これを見ながら復習もできるし予習もできると、これがいいところの1個目。で、2つ目に関しては、これ僕結構オリジナルでやってて、先生だったらこのナレーションどうやって作りますか？2分ぐらいで喋ってくださいってお願いするんですよ。これが本当に使える。I'd like to ask you to your narration. Oh, okay. Yeah, your version. Okay. All right. So let me give you my narration then. Yeah. One day, a company employee was transferred to a faraway branch. The man has to wake up early in the morning at around 5 a.m., leaving home for work while his family and children is still asleep. 自分が言った回答、そして先生が言った回答、そして模範回答、この3つを比べながら、この表現いいなっていうのがレッスンの中で学べるんですよ。これが非常にやってよかった。で、僕はナレーションにめちゃくちゃ勉強量振ってたので、 Q&A に関してはほぼ脳対策というか過去問をちらっと見るぐらいで対策はしてませんでした。ただイラストいけるけど Q&A いけないよっていう人いると思うんですよね。そういう人はまたこのイラスト問題の下の方に行くと質疑応答っていうのがあります。ここを見るとこれの1はさっきの質問カードの1と、少し連動してますよね。不審者から女性が身を守るためには防犯ブザーを持っているだけで十分だと思いますかとか、親は子供の心配すぎてますかとか、学校まで送っていくべきだと思いますか。こうやってがっつり英検対策したい人はまず最初イラスト問題をやる、で、その後こっちの質疑応答問題をやる、こうやってセットでやっていくことで1枚のね、そのイラストカードからの流れで本番のように対策できるので本当におすすめです。この学習のレッスン履歴っていうところをクリックすると、この過去に受けたレッスンの履歴見れるんですけど、ここのチャットログっていうところをクリックすると、その先生との授業中に使ったチャットの履歴も確認することができます。しかも音声を聞くっていうこともできるんですよ。 Hi. Hi. Hi, nice to see you again. Good afternoon.
というのが僕のネイティブキャンプさんの使い方でしたね。これがあったから結構オランダ、ドイツ、アメリカで喋れるようになったかなと思ってます。でも何がいいかってね、もうレッスン受け放題なんですよ。もうそこに尽きる。やっぱね、スピーキングテスト喋らないとうまくなりません。本当にね、パッと言葉出なくなります。でそれを打ち砕くためには、もうとにかく喋り慣れておくっていうのがものすごく大事なんですけど、やっぱり、ね、1週間に1回とかのレッスンだとなかなかね身につきづらいですよね。なのでネイティブキャンプさんの場合はレッスンを受け放題で月6000円ぐらいかなっていうところなので、本当にありがたいです。でしかも今だったら1週間無料なんですけど、その後じゃあ有料会員になった方はですね、全員5000円分の Amazon ギフト券もらえます。これでかいっすよね。はい、ということで今回は英検の発表からの、当日の様子からの、スピーキング対策だったんですけど、いかがだったでしょうか。いやー、めちゃくちゃ語っちゃいましたね。もう32分語りすぎだよっていう。今回英検準1級一発合格ということで、まあ、それも僕の自信になりましたし、逆に英検と TOEIC ね、やっぱり TOEIC の方が人気なので、英検準1級のね勉強方法わかんないよとかっていう方、僕もねすごく悩んだので、ぜひ質問等あればコメントいただければ可能な範囲で答えさせていただきます。そして特に二次試験対策、それからこれから海外行きたいよっていう人、もう喋らないと本当に身につかないので、ネイティブキャンプさんおすすめです。今だったらね、 Amazon ギフトカード5000円分もねもらえるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで本当に皆さん応援ありがとうございました。次の目標は、TOEIC 900点かな。まあそれよりもね、まずは一旦スピーキングにね力を入れながら、もっとペラペラ喋れるように頑張りたいと思うので、応援していただけると嬉しいです。はい、ということでこの動画いいと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice day. See you.